ちは。いやー、これね、僕が今までめちゃんこ悩んでるシリーズのみーこちゃんの件についてまたちょっと続きをやっていきたいと思うんですけど、まあね、一応そのちょっと前置きになってしまうんですけど、みーこちゃんも下痢になって移住移植って言って、なんかその移住移植とか便移植とかもやってるんですよ。注射とか普通の治療以外にですね。で、移住移植ってのは何かっていうと、その牛の胃の第一位に、まあなんか層、第一位って ルーメンって言うんですけど、このタンクみたいになっててですね、中に、まあ、餌、草、配合、草、水みたいな層になって分かれてるらしいんですよ。で、その中が大体、まあ、牛の温度、体温なんで 38.5 度ぐらいの、まあ、その体温で保たれていて、そこの中で菌がいっぱいいて、そこで発酵させてるわけですよね。だから、それの移住、いじるを、この、お腹の弱い子にこうやって分けると結構それ良くなるっていう話とか、あとは便移植、便の中にもやっぱそういう菌が入ってるんで、菌とかその微生物さんにそれをまあ飲ませたりとか便から入れたりとかっていうことをまあやったりしてるんですけど、まあ全然多少の効果はあるかもしれないですけど、やっぱりそのデイ状便っていう泥状の便なんですよ。で、前回トルラミンっていうお薬やったじゃないですか。で、トルラミンやって配合をちょっとまあ少なくしたりとか、まあ稲わらだけにしてみたりとかいろいろやったんですけど、まあ結局、まあ今回もそこまで大きな改善には至らずというところで、で、次の作戦として、やべ、これ、皆さんご存知ですか？この炭の資料、スーパーネッカリッチって言うんですけど、これをちょっと団子状にして、彼女にちょっとあげていこうと思います。まあね、あげていくって言っても、もう実はもう、3日ぐらいあげて、2日ぐらいあげててですね、あんまり改善が見られないんで、まあ今回もちょっとダメなんじゃないかなと思いつつも、まあちょっと一回やってみようかなと思います。で、一応これがもし、まあ、これなんていうんですか、YouTube とかその SNS で発信させていただいている中で、何ですかね、バイオバガス、バガスチップが結構いいんじゃないってことを結構強く勧められてですね、まあ、これダメだったらちょっとまたバイオバガス取り寄せてみようかなとか、まあ、そんな感じで思ってます。まあ、とりあえず、これから僕が泥団子というか、炭団子をミーコにあげていくんで、ミーコまずいみたいで、こうやって、つって出すんですよ。で、結構ね、それをちょっとまあ見てみてください。じゃあ入ってくる、見て、この真っ黒になったそのロープ。じゃあフィヒー、ほらこれさ、これからさ、よし、カモン。超出してくるんだけど、これ、ほら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 、やべおいおいおい、見てこれ、ほら、やだよ、すげえ出すわけよ。やだ、まずいもんね、これね。うんこみたいについてるから寝てたんだろう、うんこのこと。出して、おい、見て、猫の形ちょっとね、相当嫌いなのよね、これ。かわいそう。なんかいい、蜂蜜入れるとか砂糖入れるとか、いいかも。これ正直言って昨日より出すのが上手になってるっす、ね、出してよ。ほら、ミーコ、よし、まあ、どうなんだろうね。ちょっと
なんとも言えないね。まあとりあえずちょっと続けてみるしかない。まあ一応3日ぐらいやって効果が出なかったらみたいな感じなんで、まあ今後ちょっとどうしようかなということで、またちょっと次のこと考えたりとかしながら、ちょっとミーコの下痢に、まあミーコの下痢、これ言い方ちょっと変だけど、ミーコの下痢で、まあちょっと下痢へのアプローチを覚えるというか、まあその学ぶということで、まあそういった形でお付き合いしていこうかな、ミーコちゃんとは。ということで、あれもう脱走してない？脱走してるし、やべえ、次の仕事が生まれちまった。じゃあみんな。